どうもこんにちは、金田です。今日は金沢にやってきました。久しぶりの金沢ですかね。今日やる予定は、目視練習の体験会と、施術会をさせていただこうかなと思っております。目練の方は今回初めて体験される方が3人の予定ですね。どんなことを伝えられるかっていうのを考えながら、基本ベースはやっぱり楽しんでもらうっていうことをやっていこうかなと思います。とりあえず高速バスで金沢駅に着きました。ではこれから待ち合わせして会場に行こうと思います。今回の金沢の目練ツアーというか目視練習の体験会は無事終わりました。本当は何でしょうね、やってる映像をちょっと動画で収めたかったんですけれども、まあ、ちょっとうまく撮れなかったので、ちょっと次回の課題にさせていただこうかなと思います。そうですね、また全国を回って目練を広めていく、まあ、一つの何でしょうね、形にできたらいいなと思いますね。今日はこの後また高速バスに乗って、次は滋賀県で目練をやりに行きたいと思います。ではまた後ほど。